皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1990年公開の、プレデターズ。現代、プレデターズ。監督はスティーブン・ホプキンス。脚本は、ジム・トーマスとジョン・シー・トーマス。主な出演は、ダニー・グローバー、ゲイリー・ビジェイ、ルーベン・ブラデス、など。1997年、麻薬組織間の抗争が激しいロサンゼルス。コロンビア人の麻薬組織を追うハリガン警部補は、踏み込んだ先の現場で原因不明の惨劇の跡を目撃する。そこで彼は、唯一の生き残りの女性が悪魔がやってきたとつぶやくのを聞く。というストーリー。前作のジャングルから一転、舞台を市街地に移したシリーズ第2作。エイリアンが大都会で警察や麻薬組織などを狩るというアイディアが面白いものの、いまいち小さくまとまりすぎている印象。本作はエイリアンのハンターとしての部分がより強調され、殺戮と戦闘場面でかなりバイオレンス度が高い。ラストの展開は意外性があって世界観を広げるものだが、個人的には消化不良気味。ということで、評価は。Thumbs down.